監督、荻野監督です。頑張ります。コーチ、岡本コーチです。頑張ります。皆さんのトレーニングの方も、担当させていただきます、コーチです。敵チームで戦った選手だったり、まあ、一緒に戦ってくれた選手もいたんですけども、また新たにこうやってアジアリーグの方に携わることができて、とても嬉しく思っております。皆さん、よろしくお願いします。この度、マネージャーに就任することになりました、小田健吾と申します。この中で私のことを知ってる人、見た限りほとんど知らなさそうなんで、自己紹介したいと思います。ちょっと紹介してみたら、まずスポーツですが、アイスホッケーはちょっとやったことなく未経験です。ただ小学校で私サッカーをやっていて、一応全道で3位、そして中1から高2までバドミントン、一応全道でベスト8、そして高3で柔道、勝利、そしてハンマー投げで、このハンマー投げについては岩見沢の地区大会で1位でした。ただ出場選手は私1人でした。今はですね、縁もあって三笠の市役所に席を置きつつ、個人事業で消毒や害虫駆除、除雪、飲食等をやっています。先日ようやく終わったんですが、約8ヶ月間でコロナの軽症者ホテルの閉所時消毒という仕事を一手に引き受けさせていただきました。それもあり、まあ、それ相応の富をこの8ヶ月間で築かせていただきました。以上、簡単ではありますが、今シーズンから入りました田口大輝です。東洋大学出身です。ジャンボって呼んでください。ジャンボかビッグピーって呼んでください。よろしくお願いします。この度レッドイーグルス北海道に入団しました井上美咲です。よろしくお願いします。まずはこの素晴らしいチームの一員になれたことを本当に嬉しく思います。まあ、個人的にレッドイーグルス北海道は日本のアイスホッケー界を引っ張っていくチームだと思うので、これから自分にできることを自問しながらやっていきたいと思います。僕はこのチームで最年長なんですけど、今シーズンが本当に一番自分のピークだと言えるような準備をしたいと思いますので、よろしくお願いします。同じくアイスバッツから入団しましたコライと申します。よろしくお願いします。まあ、10年間バックスでプレーして、アジアリーグ優勝することができずに戦力になったんですけど、またもう一度優勝できるチャンスがあるチームに移籍できて、大変嬉しく思います。チームに貢献できるよう頑張ってよろしくお願いします。今シーズンよりキャプテン務めさせていただきます。昨シーズン振り返ってみると、春らといい勝負、結果的に見たらいい勝負だったと思うんですけど、じっくり考えてみたらすごい力の差っていうのは十分に感じた、シーズンだったかなと個人的には思うので、現状維持じゃ僕はダメだと思うので、一人一人が自分の長所だったり、そういうところを伸ばしていって、そのチーム全体が伸びていくような、そんなチームを作っていきたいなと思っているので、本当にまだまだ多分至らないところだらけだと思いますけど、今シーズンよろしくお願いします。今シーズンね、指導するにあたって、チームとしてどういうふうな方向性でいきたいかっていうのをまとめてみんなに説明して、みんなで同じ方向を向いてやっていきたいなと思う。今シーズンね、スタートするにあたって選手とスタッフで実現したいこと、選手だけじゃなくてね、俺らスタッフも含めてみんなでこう実現したいことをまずしっかりみんなで共有して、でそこに向かって今シーズン俺はやっていきたいだよね。だからそこしっかりみんなでついてきてほしいなと思うし、でミッションとしては成長、選手自体もそうなんだけど、本当ブレなかった思いなんだよね。さっき翔吾からもあったように、やっぱり春らってやってみて差はあるし、その差を埋めていくのって成長だと思うんだよね。
成長って表現的には一言なんだけど、だけどそれがチームの成長だったり人間としての成長だったり選手としての成長だったりとかってたくさんあると思うんだけど、今シーズンのこのチーム全員のミッションとして強く持ってやっていきたいなって思うんだよね。人って家庭教育と義務教育と職場教育っていうのがあって、で今までもみんな俺もそうだけど家庭教育が終わって義務教育が終わって今俺らっているところって職場だと思うんだよね。仕事がホッケーでホッケーだけやってればいいってわけじゃないと思うんだよね。絶対ホッケーの職場としてやっぱ学ぶことってたくさんあると思うんだ俺らもそう。今回チームのミッションとしては成長を掲げてやっていきたい。だからみんなのこれからの判断基準が成長の基準であってほしいんだよね。あとやっぱり自問自答、自分がやったことに対してどうだったのかっていう常にこう自分のフィードバックはしてってほしいと思うんだよね。あと良い習慣を作る、持つ、これって本当にすごい大事なことで、俺去年すげえ見ててすごいいい環境だなと思った。練習前に必ずほぼほぼみんなアップしててね、準備すごいしっかりしてる、俺すごいいい子だと思う。本当に環境ですごい変わるから、けどその環境を作るのも人だから、だから俺らもいい環境を作るように今のスタッフでね、いい環境を作るように全力で頑張るし、だからみんなも乗っかってね、同じ方向を向いてやっていってほしい。チームで成長ってボンってこの一言言って終わりつもりもないし、やっぱりこのミッションね、成功させるためにね、自分の志としては一人一人としっかり向き合っていきたいなと思う。あとコミュニケーションもたくさん取っていきたいなと思う。だから言い訳なしでこのミッションを今シーズン成功させましょう。ちょっと長くなっちゃった。まあけど本当にそういうシーズンにしていきたいと思うんで、うん、みんなのチームなんでみんなでやっていきましょう。まあ成長っていうミッションの話あったけど、自分自身で成長するだけじゃなく、この行動をすることによってチームが成長する、仲間の誰かを成長させる、そういうことを軸に、そういう考えを軸に行動していけば、おのずとチーム全体としてレベルアップできると思うんで、これが単年的じゃなく来年も再来年もそういうふうにチームが成長していって、まあ、それがチームの文化として、まあ、自分たちがもしキャリア引退しても次の世代がやっぱりそれを引き継げるような文化をしっかり作っていかないといけないなと思うんで、自分たちの目標をしっかり成功するために一人一人にいい行動をとってやっていきましょう。Thank you.